松本対最後の日 A 君君にはしばらく会わなかった手紙を書くということさえ何年ぶりであろう実を言うと私は君の顔を見るのもまた近言な君の様子を考えることすら努めて避けていた 君もご存知の通り、私には故国に母と血を分けた姉妹がいる彼らは親身の情から足掛け6年も海外に放浪して死んだか生きているか少しも消息のないこの私の身の上を案じているに違いない母はもう60になっているはずだ私のようにこうして 暗い社会へ足踏みをしている者にとって血のつながりを思うことは耐え難い苦痛である私が君を避けていたのも同じ理由にほかならない私といえども折に触れては生じい人間らしい良心じみた心持ちが首をもたげてくることがあるが己の境遇のあまりにかけ離れていることに気づくと そこに善と悪との悩ましい相当が始まるのであった私の小さな両親はしばしば私を仲間内の卑怯者にし育児なしにしてしまったけれども私は依然として暗い影に生きてゆかねばならぬ人間であった私は 完全なな中毒者になっている私はそれがなくて一日も過ごすことはできない A 君私は今このような夜迷い事を言っている場合ではないこのままにしておれば数時間の後には警視庁の陰鬱な地下室に投げ込まれる身の上である 3階の窓から見下ろすとすぐ左手にオムニバスの通る十字街があるこうしている間にもヘルメット帽をかぶったいかめしい巡査の姿が街角に現れてこの家を取り囲み後ろのドアを打ち壊してこの部屋へ踏み込んでくるかもしれぬそうして私は太くたくましい指先で 首筋をねじ上げられ、惨めなありさまで引き立てられてゆくのである。私はすでに逃亡する元気を失っている。仲間はことごとく挙げられてしまった。私の逃げ延びようとする先は、おおかた、彼らの口から吐き出されてしまったことであろう。用心深く。 気長なイギリスの巡査が私の行く先々に張り込んで網を広げているに違いないよし高飛びをしようにも私は第一金の持ち合わせがないそれよりも私を核のごとく観念せしめたのは例の小さな両親というやつの仕業である。 私はこの危険に際して母を思い、けいまいを思い、君を思い出した。そして、いつのころからか自分の胸にすくっているある恐ろしい性癖をもって、今らのように戦律した。私のような人間は、この世に存在する権利はない。 テーブルの上に置いてあるピストルは私に向かって最後の決心を促している私はこの場合に望んで少しも死を恐れていない私のただ気遣っているのは私の名が世間に広まることだ私はこのまま 身元も素性も分からぬ日本の一青年として永久にこの世を去ってしまいたいのだ私の母や敬米は私自身の罪と何の関係がある君はかねてからしきりに私の行方を探していた領事館へ行ったり日本人一座の旅芸人の仲間を訪ねて歩いたり 柄に,にもなくイーストの迷宮のうちにあるようなシナジン宿までやってきて私の名を聞いて歩いていたいっぺんなどは私の隠れていたつい隣の部屋まで来たことがあったその私が君の住まいとはあまり離れていないこの B 町に半年近く住んでいたと知ったらさだめし 一興を喫することであろう。「A 君私は君に宛てて最後の手紙をしたためている私を愛し私の身を案じている母や敬妹を思うと私はまだ卑怯にもいい子になっていたいのださりとて私には沈黙を守りおせる勇気はない」 この矛盾をどうしよう A 君私は全てを君の前に語ることとした君の裁きを待つより他に道はない私の前には数用の白紙が広げてある私の物語はどこで切れるかわからない 私は家中を耳にしはいをにてる。巡査がこの家へ入り込む気配を聞けば彼が階段を上がりきらぬ前におそらく私は死骸となって床に倒れていることであろうドリスというのがその女である彼女は 劣気としたペンキ職の妻であったが千年の大戦に夫が戦没して以来6歳ほどになる男の子と一緒に馬末のブリックストン町に間借りをしてささやかにその日を暮らしていた彼女は親子2人の口を過ごすために徐行となって裁縫工場へ通ったりバーの給仕女に雇われたりしたということである。 しかしながら彼女は寝が無教育でその上体があまり丈夫でなかったいずこの家も長続きはしなかった戦後の物価はいよいよ登記し消共不振のために失職者の群れが目立つようになってきた彼女が小鼻を売る仲間に落ち込んできたのも そうした結果に他ならならい。私は最初彼女に会ったのは P 長のシナリオリアであった器量は良くないが肉付きのいい押し出しの立派な女である私は予定のごとくその女を手に入れ巧みに双方がにある仲間の家へおびき寄せて4階の屋根裏に監禁してしまった。

吠えたける気力のあるうちはどうしてもものになるものではないこうした商売は三度目で前にも経験があるから私は黙って引き下がったいくら気の強い女でも水一杯もなしで二日間も放っておくと大方へたばってしまうものだ私は後を仲間に頼んで用しに出た そこに居合わせた仲間というのは三人のシナ人と一人のイタリー人である彼らはコカインやアヘンの密売者で薄暗い地下室にはいつも三人や五人の男が長いアヘン用の円管を加えてゴロゴロと寝そべっていた A 君おそらく君は知るまいがコカインヘロイン モルヒネなどの禁制品がこのロンドンに入ってくる量は莫大なものである夜の芝居が跳ねたあとにピカデリーからレスタースクエアへ出るあのにぎやかな通りを歩いてみたまえ狭い間口を持ったたばこや雑貨店絵はがき屋などを数多く見受けるであろう私らの売るコカインやモルヒネはステッキの握り手や ニッケル製の安全マッチの底に仕込んであったり万年筆や腕時計の中に詰めてある私らはかなりの値で下ろしてやるのだが彼らはコカインやモルヒネに引き付けられてくる客に一層高い値で売りつけているけれども私らの仲間にはまたその上を行くやつがあって品物が切れると 松をもったいらしく黄色い紙に包んで本物に化けさせてしまう4時はさておいて私は昼過ぎに用達から帰ってきた双方がいの曲がり角まで来るとドリスを監禁しておいた仲間の家の前は真っ黒な人だかりで数名の巡査が開け放した戸口に立っているやがて青い顔をして 仲間シナ人が2人の巡査に両腕を押さえられてズルズルと家の中から引きずられてきた彼らはそれを戸口にいる巡査に引き渡すとまた家の中へ取って返した誰が撃ったのかピストルの音が23発続いて聞こえた私はそれと見て無我夢中に家へ逃げ帰ったのである しかしながら今はすでに万事終わりである屋根裏のドリスは言うまでもなく警官の手に救い出されたことであろう私のこの家はふとした手落ちから彼女に知られていたので数日中にこの家を越す所存であったのである A 君今でこそ私はそのような仲間に入って様々な悪事を働いているが これでも日本を出るときは人並みに大それた希望や抱負を持っていたものだロンドンへ着いたその日からチャリングクロス街の古本屋を片っ端からあさり歩いたほどである深い霧の中に悠然と丸い屋根を見せてそびえているあの偉大な英国図書館はどんなに私の心を躍らせたであろう私は 朝からその閲覧室へ入って夕方門限まで暮らした私は産むことを知らずに弁礼したしかしそれは長続きをしなかった私の気質は変わってきた人間との交渉が日ごとに煩わしく感じてきた私は終日裏庭に向かった下宿の2階に撤去して 日の目を見ないこともあった。下宿のかみさんは頭の鈍い無知な女だった最初はそれほどとは思わなかったがある朝固くなったパンを持ってきたので私は渋い顔をしてみせると「トーストがいいか?」と聞いたそこで私はうなずいたそれ以来 何でもかでもトーストを持ってくるのであるそして毎朝焼いたニシンを食わせたかみさんが朝食を運んでくる時間は決まっていた重い靴を引きずってコトンコトンと階段を上がってくる音を聞くと私はベッドに潜っていながら黒っぽい盆の上で湯気を立てている紅茶の土瓶と 平たい皿に並べてあるニシンとトーストをありありと見ることができたかみさんはいつものように部屋のドアをたたいてから食事をのせた盆を戸口へ置いて下へ行ってしまうかみさんの靴音が全く聞こえなくなると私は寝まきのままでそっと扉を開けてみるのであるするとあんのごとく 湯気の立っている紅茶のドビンと焼いたニシンとトーストが黒っぽい盆の上にのせてある皿につけた魚の向きさえ思った通りであるこのような日が幾日も幾日も続くうちに褐色に縮れ上がった魚の目が不気味になってきた私はその頃。 H 町の四つ筋にいる盲目の老人に悩まされていたその男は黄色い霧が深く降りている日も雨の降る日も決まって遊園地の鉄作に寄りかかっている彼は耳が聞こえず盲目のくせに一種不思議な感能を持っていて私のすることなすことをことごとく知っていた甚だしきに至っては 私の心の底のの心底秘密ままででで読んでしまうのである私自身の生活というものは絶対に破られてしまうわけだ寝ていても覚めていても一瞬時の絶え間なく他人から監視されているということは耐え難い苦痛である社会主義者たちが尾行に悩まされるという話はよく聞くことだが私のは 時間空間を超えた心の上の尾行をされるのだから実にたまらなかった盲目の老人は無論私が毎朝焼いたニシンを食っているのを知っていた不思議な老人は下宿のかみさんと慣れ合って私を実験台に立たせてメンタルテストをやっているのに違いなかったそうでなくて 誰が毎朝ニシンばかり食わせるものかあまり彼らのやり方が激しいので私はとうとうやりきれなくなったそれで私はある朝彼の裏をかいてかみさんの運んできたニシンを床の上へたたきつけて跡形のなくなるまでベトベトに踏みにじってやったそして下宿を逃げようと思い定めた 私は汽車の時間表によって近くの V 停車場からマーゲートとブライトンへ向かう汽車が20分の間を置いて発車することを知った私はまずノートの端を裂いて1インチ四方の紙切れを2つこしらえたその1つに「マと記し他の1つに「ブと書いた私は2つの紙切れをポケットに収めて 密かに下宿を抜け出した6月のムシムシする日で太陽がまぶしく敷石を取り付けていた至る所で捨てたバナナの皮のにおいがツンツンと鼻を襲った H 一の四つ筋を避けて下宿の前横町をまっすぐに入りさらに右へ折れ大回りをして V 停車場の裏手へ出た私は校内へ入って係員のほかめったに足踏みをしない荷物置き場の横手の床に最善の紙切れを2枚並べて置いてきた私はそれから公然と h 一町へ向かった私はひたすら精神を統一して「エジンバラ」という地名を念ずることに努めた

彼は見見えないいい目ををを張ってて何者かか聞くように醜い顔をかしげていた私はエジンバラへ行くと見せかけて実は「マか「ブの海岸へ旅行するのである「マとはマーゲートで「ブというのはブライトンの海岸である私自身すら停車場へ行くまではどこへ行くかわからない。 どっちでもかまわない。行く先は2つ並べておいた紙切れのうちで元の位置から変動の少ない方に記してある頭字の地名を選ぶのである停車場へ着いた私はついにブライトンへ行くことになった折りよく発車時間が迫っていた私は二等切符を求めて改札口を出たが わざと混み合う3等室へ乗ったそしてキャップを深くかぶってひっきりなしにたばこを吸った私は守備よくブライトンへ着いた海は何とも言えぬほど爽快である穏やかなブライトンの町にはもう楽しい夏が訪れていた長く続いた堤防に都会の女たちのかざす 美しい日傘がちらちらと見えていた私は堤防の上へはせ上がって思わず開催を叫んだ丸い空に真っ白な雲が浮かんでいる水は青く空は頭上に高く澄んでいた私は急に晴れ晴れとした気分になって旅行に出たかいのあったことをこの上なく喜んだ その上、私を喜ばせたのは誇りの立たない静かな小道にこじんまりとした素人下宿を見つけたことだ家の前は紅白別邸の馬屋になっていて高いレンガ塀で境がしてあった私の探し当てた下宿は道路から五六軒引き込んだ2階建てで棚を白ペンキで塗った感じのいい家である 前庭の青々と茂った芝生の間に線香色のゼラニウムが咲いていた玄関の石段の上に咲き残った鉢植えの富士が置いてあったそれよりも一層気に入ったのは私が通りかかりに鹿島の札を見て玄関のドアをたたいた時遠を開けに出たその家の主婦である彼女は 60を越したた。人の良さそうな老婆であった私は早速その家の一間を借りることにした私の通されたのは2階の往来に面した部屋で家具や調度がいかにも安っぽく海浜の下宿宿にふさわしい薄っぺらなものばかりであったそれに部屋は全体に赤い壁紙で貼り詰めてある私は 家の外から見た気分をだいぶ裏切られた日はまだ高かった窓を開けるとあふれるほど目の前に迫っている私は開け放った窓のへりに腰を下ろして人通りのまれな往来を見下ろしていると快い風がひやひやと顔に当たって重かった頭がはっきりとしてくるのを覚えるのであった た晩は海浜のレジナホテルで食事をした食欲がだいぶあったには我ながら驚いたほどであるその晩は疲れて床につくとたちまち睡眠に入ったそして一度も目を覚まさずに朝の8時になってしまった翌日も晴れた日で午後から出た風が乾ききった埃を ザラザラと窓ガラスに吹きつけていたブライトンをいいと思ったのもつかの間であった吸えたようなバナナの皮のにおいがまた鼻につき出した下宿の家具の粗末なのも確かに私を落ち着かせなかった原因の一つであった前日はさほどとも思わなかった毒々しい色合いの赤い壁紙が ようやく平成になりかけた私は何とも知れぬ息苦しい圧迫を感じてイライラしながら鼻の使えそうな狭い部屋内を終日歩き回っていたしかしそれらはまだ辛抱できるがいくら我慢にも耐えきれないのは隣室に住んでいる夫人の上ずった声であった 最初私がこの宿へ来た時はどこの窓も濃い緑色のブラインドが下ろしてあって他の下宿人のあるらしい様子は見えなかったのである隣室の婦人は猫を幾匹も飼っていたその時はまだ顔を見る機会がなかったけれども生白い筋肉のブクブクと腫れ上がっているような四重格好の女に違いなかった 大きないやしい口つきで赤く塗った薄い唇をゆがめながらものを言っているありさまが目に見えるようである彼女はしばしば外出するが帰ってくると代わる代わる猫を抱き上げて頬ずりでもしているらしかったその度に女は名乗しがたいいやらしい声を上げている私はそれを聞くと 足の裏がムズムズしてきていても立ってもいられなくなるのであったそして踏みにじっても飽きたらぬほどその女が憎くなるのであるせっかく苦心して盲目の親父の監視を逃れた私はまたここで親父の一味の女に悩まされるのであった ブライトンへ来て5日目の晩であった。私は連日の睡眠不足と飲酒とで異常な興奮を覚えながら町のバーから帰ってきたまだ酔いの口の8時半であった家の中はしんとして買い物にでも出たのかあるいは地下室の台所でうたた寝でもしているのかばあさんは一向姿を見せなかった 私は裸ガスのとっている薄暗いホールを抜けて階段を上がった A 君その晩くらいさっぱりしたことはない長い間頭脳に打していたおけつが跡形もなく試算してしまった私はしばらくしてまた階段を下りて 密かに表へ出た。どこへ行こうと自由だ私はシガーをくやらしながらゆるゆるとした足取りで町の大通りを歩いた昼のうちは都会から来た日帰りの予算客や校内に泊まっている軍艦の乗組員などの姿が至る所に見受けられたが夜になると 海岸の町はさすがにげっそりとさびれてしまった私はその足で海岸通りのクラウン座へ行ったそしてロンドンから回ってきた一座のレビューを見て11時過ぎにケロリとして下宿へ戻ってきた私がドアを開けて家へ入ると出会い頭に地下室から上がってきたばあさんは「おやおかえりなさい」 だいぶごゆっくりでしたね。と言葉をかけた私はどういうつもりかその時まで手に持っていたクラウンザの番組をばあさんの鼻の先へ突き出してみせたああ芝居へ行きなすったのか今度のはだいぶ評判がよろしいようだがあなたはレビューがお好きかねばあさんは 裸ガスのそばへ行って私から受け取った番組に顔を寄せたおやすみおやすみなさいばあさんの言葉を後ろに聞きながら私は元気よく階段を上がって自分の寝室へ入ったベッドへ潜り込むと一度に疲れが出てさながら大仕事をやったあとのように ここんんと眠りに落ちてしまったただならぬ物音に夢を破られた私はガバと床から起き上がったいつか夜が明けて高く昇った朝日がうらうらと窓から差し込んでいた誰かがしきりに部屋のドアをたたいている私は床をはね起きて大急ぎで着物を着替えている間も ざわざわと廊下で話し合っている男たちが折々話をやめては請求にドアをたたいた廊下には私服を着た2人の男と制服巡査がもどかしげに私のドアを開けるのを待っていた彼らの背後に下宿のおばあさんがおどおどしながら立っている隣の部屋で殺人があったのですがあなたは 昨夜どこにおりましたか。先に立った男が、いきなり私に問いかけた。クラウンズへ行って、十一時半ごろに帰宅しました。殺人とおっしゃると、私は不安な目を見張って男の顔を見返した。パルマー夫人が夕べのうちに何者にか残殺されたのです。あなたは。 昨夜いつごろ外出されましたか。私がまだ答えをしない前に、バーさんが口を出した。そうです。このお方はクラウンズへレビューを見に行って、私は出前へ行こうとしたときに戻していらしたのです。私に見せてくれた番組は下に置いてあります。このお方はお茶が済むとどちらかへお出かけになりました。 大変お静かな方で家にいらしてもまるでおろすかと思われるようにしんとしているほどです男はばあさんの言葉を聞き流して隣室へ向かって歩きかけたが後からついていく私を振り返って「夜中に何か変わった物音でも聞きませんでしたか?」と尋ねたい,いえ 私は何の物音も聞きませんでした。昨夜はぐっすりと寝込んでしまってたった今あなた方にドアを叩かれてそれで初めて目が覚めたほどです壁一重しか離れていないのだから異変があればわかるはずなんだがしてみると11時前に起こった事件かなばあさんお前さんは酔いの口に買い物に出たとか言ったっけね それは育児だったば、ね、あさんは8時半前後であったと答えた2人の刑事と巡査は改めて惨劇の行われた現場へ入っていった私は遠くから恐る恐るブラインドの下りた薄暗い部屋を覗いた赤いベールをかぶったような女の姿が仰向けざまにベッドの上に倒れて 半身を毛布から乗り出していた A 君以下は新聞紙に発表された当時の記事である私はこの記事について今ここにくだくだしく書いている暇がない幸い持ち合わせている新聞の切り抜きを同封するブライトン殺人事件ベッドの死体 ブライトン警察署の痕跡によりパルマー夫人殺害事件に関する犯人捜査の目的をもって警視庁本部は急遽、G 探偵を同地へ派遣したパルマー夫人は一昨夜ベッドにおいて何者にか惨殺されたるを作長宿の老主婦によって発見された被害者は当年40歳になる評判の美人であった 付近の人々の言葉によればパルマー夫人を最後に見たのは土曜日の午後4時ごろでその時彼女は1人の水兵を伴って家へ入って行ったということである彼女は熟睡中ビール瓶で頭部を打たれたらしい形跡がある同じく付近に住むタバコ屋の売り子の玄によると犯罪の行われた前日すなわち金曜日の夜 店タバコを買いに来た若い水兵がパルマー夫人の宿を訪ねたということである目的は物取りかパルマー夫人はデンソンという老婦人の営んでいる素人下宿の2階を借りて住んでいた日曜日の朝9時にデンソン夫人が寝室の掃除に行って初めてこの惨劇を発見し直ちに警察へ訴え出たのである 寝および居間のドアは開け放たれてあった被害者は頸部をビロードのリボンで金箔され寝台の上で絶足していた頭部はビール瓶で強打され頭蓋骨は見るも無残に粉砕されていた辺りにはガラスの破片が飛散し凶器と思われる壊れたビール瓶がベッドの下に投げ込んであった および化粧台の引き出しは乱雑にかき回され手提げ金庫とガマ口が空になっていたところから犯人は物取りの処理かと指示されている手提げ金庫および化粧台の上に親指と人差し指の指紋が1つずつ発見されたそれは犯人捜査の上に最も有力でかつ唯一の手がかりである犯人は その他に何らの証拠を残してゆかなかった歌人および近隣の人々は1人として夜中かかる惨劇の行われたことに気づかなかったということである被害者パルマー夫人は4年前ポートシーよりブライトンに移住してきてずっと前期デンソン家の下宿人となっていた彼女には飲酒癖があってそのために 数年前夫と別居したともっぱら噂されている貧困の点においても彼女はあまり評判が良くなかった彼女には海軍に席を置く一人息子があるというほか今のところ精細な身元は判明していない警視庁から急行した G 探偵は有力な証拠を手に入れたゆえ非ならず真犯人を逮捕する見込みであると言明している それから三日後の新聞紙に犯人が逮捕されたという記事が出た私はあいにくその切り抜きを持たないが犯人というのは軍艦 S 号の水兵で被害者の実士である彼は艦内でも賭博常習者として有名な男であった彼は警察において極力事故の無罪を強弁したがのっぴきならぬ証拠は 現場の手提げ金庫と棚に残っていた親指と人差し指の指紋が彼自身のものであったことであるその上彼は教皇の演ぜられた塔や同じ土地の坊家で爆注して200円からの損失を招き一旦外へ出て再び戻ってきた時は素晴らしい大金を持っていたという事実が関係に知られていた彼が外へ出たのは夜の9時で パルマ夫人の死体解剖の結果殺害された時刻と大片かを合わせていたしかしながらただ一つの疑問とされているのは凶器とみなされているビール瓶ビに犯人の指紋が残っていなかったことである右の記事が新聞紙に掲げられてから2か月目に予診決定し一件書類は検事局へ送られて彼は 15か年の金庫を処せられることとなった A 君これでブライトンの殺人事件は終わったしかしながらそれは単にこの世の中に現れた表面の事実である君よペントンビルの監獄で去年のクリスマス前に病死したあの男は決して パルマー殺しの真犯人ではなかったのである話は後へ戻るが5日目の晩すなわち事件の起こった土曜日の夜8時半に私が下宿へ戻ってきたことは前述の通りである私はその時ひどく酒に酔っていたせいか寝室のドアを開けてベッドのそばへ行くまでそれが違った部屋だとは気づかなかった 私は間違えてうかうかと臨室へ入り込んでしまったのである寝台の上にはかねがね私の想像したと寸分も違わない女が寝まきの胸をはだけていぎたなく眠りこけていた女の首のあたりに23匹の猫が固まりあってゴロゴロ喉を鳴らしている女の薄い唇が いいいやらしく動いていた私は寝台の脇に棒立ちになって引きつけられるようにその様子を見下ろしているうちに女の顔と猫との区別がつかなくなってきた激しい憎悪の念がムラムラと私の頭にこみ上げてきた見ると猫をじゃらしたものかいい具合に長いリボンが女の首の脇に垂れている。 私は左右の手でそのリボンの両端を取って女の首にからげつけるなり力任せに締め上げた女は鳥が羽ばたきをするようにもがいたがじき動かなくなってしまった私はよれよれになったリボンを離してしばらく 君の悪い要望をして倒れている醜い女の姿を見つめていたそれからおよそ1分もたったか私は何かしら非常にいいことをしたような気持ちになって戸口へ歩きかけると倒れていた女がパチッと目を開けてムクムクと起き上がったそれを見た私はほとんど無我夢中で 手近にあったビール瓶を取っていきなり女の頭を打ちのめした女はひとたまりもなく声も立てずに倒れてしまった私はホテルの食事から帰ってきたところであるからいつものように手袋をはめていたそれゆえビール瓶に指紋の残らなかったのは無論のことである私は 悠然とその場を立ち去って再び表へ出たのであった A 君私はかくして殺人の滞在を犯してしまったのである私の病的な奉納はその事件によって一時証拠を得たと思ったのは非常な誤りであった人間の命を奪った在剖は 面にってきにった。私はそれ以来パルマー夫人とその息子の恐ろしい呪いに悩まされ続けた私が訪問をくぐってアヘンを吸うようになったのはその耐え難い苦痛から逃れようとする給与の策にほかならなかったそして私はますます悪 手紙は、そこでふっっつりと終わっている。手紙を書いた男は巡査の手が彼の部屋のドアにかかった時脳天をピストルで撃ち抜いて見事に自殺を遂げた宛名の A という背の高い植物学者が年頃に葬儀万端の世話をしに来たのはその翌日であった。 ご視聴ありがとうございました。松本大作の他の作品は、このようなものを朗読しております。そして、最新の朗読動画はこちらです。不定期ですが、生配信なども行っております。どうぞご視聴ください。